乾燥浴で心も体もリフレッシュ。乾燥浴は遠赤外線の波動の力で30品種以上の薬草ハーブを浮遊させて、あなたの全身のコリを隅々まで揉みほぐします。あなたがこれから入浴される乾燥浴太古の森には、種々雑多な薬草ハーブの原子や分子が浮遊しています。有機化学物質がない美しい空気の部屋です。あなたの体が多くの薬草分子が漂う太古の森の空気に包み込まれ癒されます。乾燥浴は薬草の成分を体内に取り入れ、有機化学物質や老廃物を排出することが主な目的です。 2,3 日に一度、続けて5回以上入浴すると、健康な体に体質改善されていることが実感できます。それではこれから乾燥浴太古の森の入浴方法についてご説明いたします。まず服を脱いで、洗剤を使ってシャワーで体をよく洗ってください。太古の森では 100% 天然和紙の乾燥浴マットに30品種以上の植物分子が練り込まれていますので、なるべく素肌状態で入浴し、薬草成分を吸収させてください。裸に抵抗のある方はパンツや胸元を覆うタオルなどを使用しても構いません。入浴中は深い呼吸を多くして、肺より薬草成分をたくさん体内に吸収させてください。入浴する時の姿勢はうつ伏せ、仰向けが基本です。座り姿勢や立ち姿勢で汗をかくことも構いません。できるだけ横向きに寝ることは避けてください。1回の入浴時間は45分以内を目安にします。入浴の間に1回から2回は外に出て、水分補給や休憩をとることをお勧めします。あまり長い時間の入浴は脱水症状になる恐れがありますので、くれぐれもご注意ください。太古の森に入ったら、まず体のウォームアップをしましょう。はじめの10分はうつ伏せになって内臓を温めてください。次の10分はリラックスして仰向けの状態で入浴してください。20分ほどで体が温まります。一度休憩して水分補給を行い、体力に自信のある方はストレッチ体操を始めましょう。気になる箇所に集中的にストレッチされますと、大半の方が数回の入浴で何らかの体質改善を実感されます。乾燥浴のマットは 100% 天然の和紙に30品種以上の種々雑多な植物分子が練り込まれています。水分が入ると破れやすくなりますので、姿勢を変えるときは一度立ち上がってから行うことをお勧めします。入浴後は汗で薬草の粉が肌に付着していますので、成分は残すつもりで軽くシャワーで洗い流してください。洗剤を使うと薬草成分が失われる可能性がありますので、使わないようにしてください。シャワーが終わりましたら、着替え、身支度を整えます。汗で濡れた乾燥浴マットは小さく折りたたんで外に備え付けた容器に捨てますが、容器そばの量りであなたの体より出た汗の重さを測り、健康状態の目安にしてください。入浴セットを受付に返却し、全体が完了するまでの時間はおよそ90分程度となります。さらに効果的に太古の森を楽しみたい方は、入浴中の運動をおすすめします。
この後運動の一例をご紹介しますので、お時間のある方はぜひご覧ください。それでは皆さん、岩相浴太古の森をお楽しみください。薬草成分を体内に取り入れ、体を癒す岩相浴は、入浴するだけでも癒しの効果を感じることができますが、室内で運動をすることで、よりその効果を実感することができます。入浴室での運動についてポイントをご紹介します。運動するときは、ただなんとなくポーズをとるだけでなく、伸びている箇所と気持ちの良いポイントを体感し、意識するように心がけてください。まずは、岩相マットの上に寝た状態で運動をしてみましょう。うつ伏せになり、リラックスしてください。体内の不純物を出し、おへそと背中がくっつくような気持ちで、ゆっくり息を吐いてみましょう。首を左右に曲げ、ストレッチをしてみましょう。体力に自信のある方は、軽く腕立て伏せなどをしてみてください。続いて、仰向けになり、リラックスします。呼吸が整ったら、胸を張り、体を反らせてみましょう。この時、胸いっぱいに空気が入ることをイメージしましょう。体を反らせた状態で、30秒程度持続させてください。3回から5回、その動作を繰り返してください。体力に自信のある方は、足を持ち上げる運動を行ってください。つま先をピンと伸ばした時に、伸びる筋肉を意識しましょう。運動は左右対称に3回から5回繰り返してください。さらに体力に自信のある方は、うつ伏せになり、体を反らす動作をしてみましょう。いずれの運動も、息を吐く動作、動きを止めた状態で持続させる動作、繰り返す動作がポイントになります。伸びている箇所と気持ちの良いポイントを体感し、意識するように心がけてください。一つの運動が終わったら、呼吸を整え、次の運動に移ってください。運動は、無理のない程度に行ってください。次に、座った状態で行う運動をご紹介します。足の裏を合わせ、姿勢を整えてください。浴室内の空気を取り入れ、リラックスした状態を作りましょう。運動は、息を吐きながら、ゆっくりと行います。まず、両手で足をつかみ、息を吐きながら、ゆっくりと前に屈伸してみましょう。何度かに分けて、少しずつ深くなるようにしましょう。右足首を左足のももにつけ、右ももをゆっくりと床につけてみましょう。このような動作は、必ず、左右対称に行ってください。体力に自信のある方は、足首を握って、足先が額につくようにゆっくりと上げてみましょう。動作を繰り返し、少しずつ体が柔らかくなっていくのを実感してみましょう。
運動の仕上げは顔や頭部のマッサージです。親指を使ってツボを押していきましょう。運動のポイントは息を吐く動作、動きを止め持続させる動作、左右対称に行う動作です。伸びている箇所と気持ちの良いポイントを体感し、意識するように心がけてください。一つの運動が終わったら、呼吸を整え、次の運動に移ってください。運動は無理のない程度に行ってください。最後に、立った状態での運動をご紹介します。足は肩幅に広げて、リラックスした状態で行います。体が癒しに入り、血液と呼吸が全身を巡るように意識しましょう。体をゆっくり前後に反らしましょう。前屈気味になり、体の力を抜き、ぶらつかせた手を使って八の字を描いてみましょう。慣れてきたら、深く前にかがんでみましょう。動作を数回繰り返し、体が柔らかくなるのを実感しましょう。上半身を左右にひねります。この時、ひねった状態を維持します。目線を上方向に向け、眼球を動かしてみましょう。お腹の周りは親指を使って指圧をしていきます。骨盤の周りを中心に行ってみましょう。続いて背中、肋骨を指圧してみましょう。いずれの動作も無理なくゆっくりと行ってください。体力に自信のある方はスクワット運動を行ってみましょう。息を吐きながらゆっくりと行ってください。運動のポイントは、息を吐く動作、動きを止め持続させる動作、左右対称に行う動作です。伸びている箇所と気持ちの良いポイントを体感し、意識するように心がけてください。一つの運動が終わったら、呼吸を整え、次の運動に移ってください。運動は無理のない程度に行ってください。岩層浴の入浴に運動がプラスされれば、あなたの体は確実にリフレッシュされます。岩層浴での効率よい体質改善方法は、 2,3 日に一度続けて入浴を繰り返すことです。定期的な入浴と運動を行うことで、健康的な体はあなたのものになります。入浴方法、運動方法についてわからないことがありましたら、店内のスタッフにお気軽にお声かけください。よろしくお願いします。